どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に会えた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。もうちょっと音を上げてください。はい、ですね、先週東京に行ってまいりましたけれども、個人の男であってですね、行ってきたんですけれども、まずエルサレムの日を祈る会に日曜日行ってきまして、で水曜日に行きしてがったちょっと時間があったんですけれども、それでですね、東京に来ました、厚木に来ましたヨハネ君とちょっと久しぶりに行って泊まってですね、ますます痩せていたのでたくさん高い栄養のあるケロッグじゃなくて、なんでプリグラっていうんですか、コーンフレークの栄養のあるやつなんでしたっけ、今なんとか言いますよね、買ってないから知らないか、なんとかっていうんですね、そういうのをね、いろんな種類を買いまして、絶対自分では買わないの、面白いですね、子供のためには別に何とも思わないですね、バンバン入れてですね買ってですね、来ましたけども、で、一緒に祈る時間をかなり持ちまして、で、したんですけれども、厚木の聖会に行ってるようですね、厚木の聖会に行って時々厚木の小野島牧師となんか気が合うらしくて家にまで行ってご飯食べたり一緒に賛美したりしてるみたいですけども、はい、ギターで、あとそれから厚木の彼らの教会に行ってね、ちょっと賛美する時思ったんですけど、昔の歌なんですけどね、最近の歌は知らないんですけど、昔の歌ですけども賛美しましたけど、ギターに霊的な力が加わってたんで、はぁーっと思ってびっくりしまして、ちょっと今度記念会を土曜日に行います。非常にプライベートなことで申し訳ないんですけども、父の記念会を土曜日に行いますけど、その時に賛美してもらおうかなと思ったらですね、賛美させてもらえたらすごく嬉しいと言ったからですね、よかったかなと思っています。はい、で、一方で一番下の子はですね、今高校生ですけども、高校でチャペルで自分で御言葉を語るようになってですね、で語らなければ楽なんですけど、語ると語った言葉の責任が自分に返ってきますので、そういう戦いがあるみたいですけども、それでやめようかと思ったけどやっぱりやってるということでよかったと思います。クリスチャンはね、日本のクリスチャンは特に言わんですね、語るんじゃなくて行動で示す、態度で示すってね、逃げてるだけです。そんなこと聖書は一言も言ってません。語りなさいと言ってます。語った上で行動を示すのです。沈黙してはいけません。勝手の隠れキリストになってはいけません。隠れキリストの間はキリストが何も起こらなかったんです。キリストたちが復活してはっきりキリストを主張した結果迫害されましたけど、それでキリストが自由になりました。隠れてる間はダメだったんです。いいですか。信仰は歪んだんです。はっきり言って隠れてる間は信仰は歪んだんです。明らかに違うものになったんです。でも戻ってきて、彼らが戻ってはっきり信仰告白したところから再びキリストが命を取り戻したんです。いいですかね。騙されないようにしましょう。態度と行動で示せればいいんだってみんなうまいこと言うんです。そして語らせないんです。どんなにいい行動をとっても人は救われません。語らなければなりません。で語ると迫害が来ます。語るとぶつかりが来ます。人ではありません、サタンがぶつかっていきます。サタンが語ることをやめさせようとします。騙されないでください。クリスチャンは語ることをやめたらおしまいです。イエス・キリストを語るんです。イエス・キリストを述べ伝えるんです。そうすると必ずサタンがぶつかっていきます。その中で私は戦いの中通るんですね。ですから、だから祈るんです。語らないクリスチャン祈らないですよ、ね、だからね、どうぞね、語ることをしてほしいと思うんですね。で、この3男と4男で開拓伝道したらいいだろうなとかね思ったんですけどね、そういうことをね思いながら行きました。で、あとでちょっと話しますけど、四女がですね、大学に個人支援のサークルをね作りまして、で私の行った大学はね、勝手にサークルいくらでも作れるんですけど、そうじゃなくて公認サークルを作って申請出してちゃんと公認されてしまいましてね、すごいなと思いますけども、やっぱり主に従っていくと次からの次は技が起こるんだなと思ってちょっとびっくりしておりますけれども、神様の技がね起こってきてるなってことを思います。さて、それで今日の聖書の箇所に行きますけれども、今日は、創世記の12章、信仰の原点というところであります。で、私たち、神様は私たちを本当に愛してくださっています。イエス・キリストは命を与えてくださいましたし、父なる神様は一人子を十字架につけるほど私たちを愛してくださいました。ちょっと話を脱線しますけれども、その、
厚木の教会に行ってですね、厚木聖書キリスト教会って言うんですけども、行って、彼がギターを弾きながら向こうで使ってる歌詞を見てね、その中にいろんな安田とか肩の響きも入ってまして、シエスが希望も入ってました。 まあヨハネが入れたみたいですけどね。てかヨハネが歌ったらみんな気に入ったからっていうことで入れたみたいですけども、で、その中に岩渕さんっていう方の歌があってですね、で、なんか岩渕さん自分の子供さんを亡くした時に作られた歌があったみたいで、父の悲しみって歌なんですけども、その父なる神様がイエス様を十字架にかけた時のその悲しみっていうか、そういうのを歌って歌で、なんか小山先生がね、岩渕さんの歌は今一つだったんだけど、この歌は良かった、ここから歌が変わったって言ったそうですけども、やっぱり子供さんを亡くした時に作られた歌だそうですけど、父の悲しみって歌、私もね、聞いてね、初めて聞いたんですけど、この歌はいいなと思って聞いてたんですね。だから、ヨハネがね、やっぱ泣くんですね、すぐね。誰にいたんでしょうかね。おそらく父親にいたんでしょうね。十字架のことになると泣くんですよね。まあ、でも、健全だと思います。ね。十字架で泣けるっていうのは、クリスチャンとしての最高の特権ですからね。まあね、でも、それで、そうだったんですけども、本当に父なる神様は私たちを愛してるんですね。たった一人子のイエス・キリストを死に渡したっていうことは、ちょっと想像を絶します。ね。で、それから私たちを愛してる。イエス様も黙って十字架に従われたっていうのは、本当に私たちを愛しておられるということですね。これはもうちょっと言葉にならないぐらい私たちを愛しておられる。で、愛してるから私たちに、一人子のキリストを与えるほどに愛してくださったから、本当に最高のものを与えたいと思えている。最高のものってのは、必ずしも私たちと一致するとは限りませんけどね、本当に最善であり最高のものを与えたいと思っている。ですからね、これが神様なんですね。で、それを私たちは十分受けてるかっていうと、必ずしも受けてないような気がする。最高に最大のものを神は与えたいと思っている。どうやって私はそれを受け取るのかというと、それは私は信仰を通して受け取るんですね。その信仰を通して受け取るんで、その信仰の原点が、信仰の父と言われているアブラハムですけども、ここにあるわけですね。あ、一本の動画が忘れた。誰も言わないんだもんね。遠慮しないで、一分動画見たくない。ここまで来て、もうなんか、ここまで話しちゃったら、ここから一分動画やるのはちょっとあれだな。誰も言わないんだもんな。分かってて言わなかった。いや、今頃って出さないでよ。こっちがまだ言ってないのに。誰も分かってなかった。分かったけど言わなかった。いや、はい。じゃあ、まあいいや、はい。じゃあ、なんかちょっとタイミングが遅くなっちゃったけどな。1分とか、はい、行きましょう。はい。音が出てないね。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に、生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地で、アブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべ、その他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。
晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。まあ、あの初期の頃なんでいろいろ一生懸命苦心してるの分かりますね。本当に初期のやつですからね、苦心してるの分かりますね。はい、お腹減った方もいるかもしれませんが、晩ご飯はまだだいぶ先なので聖書に入っていきたいと思いますが、まあ、今話したちょうどそこなんですけども、で神様は本当に私たちを愛したので、私たちに、最高にして最善のものね、最善っていうとね、ある方はなんか一番いいものどうせもらえないんだっていうイメージを持つ人がいるから、最高にして最善のもの、ね、この両、ね、最高にして最善のものを神は私に与えようとされてるんですけども、 それを受け取る鍵は一つは信仰にあります。でその信仰の父、信仰の模範というのがアブラハム、ここではまたアブラムですけれどもだったんですね。で彼がこの十二章の時に、まだアブラムという名前だった時に、神様のおっしゃる言葉に従ったので、彼は信仰の父として祝福を受けたんですね。でここなんで、今日3つポイントをお話したいと思いますけども、1つ目はまずアブラムが一節ね、神様から語られます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、1つ目はこの生まれ故郷、父の家を出たということ。2つ目は私が示しに行きなさいと言ったということです。で3つ目はそうすれば、この3つ目はね、アブラハムに関係ない、神様がやってくださると。アブラハムは父の家を出て、そして示しに行った。そしたらそうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。すごい、これすごいこと書いてるんですよ。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるっていう、すごい大きな祝福ですよね。あなたのことを悪く言ったら呪われて、あなたを祝福したら祝福されるって、すごいですよねこれね。で大いなる国民じゃなくて、まあ、そういう祝福だ、すごい祝福されるよって言ったんですね。で3つのポイントで話しますが、1つ目はまずあなたの生まれ故郷、あなたの地を出てってことなんですね。でアブラハムは、当時アブラムでしたが、彼はとても祝福されてました。で75歳でした。まあ、75歳というともう晩年です。聖書の時代はかなり長生きしましたが、それでもやっぱり晩年ですね。ですからもう、まあ、秋元氏のよく言われることを考えたら、そろそろ棺の棺桶に足を、ね、どのようにするか考える頃だって、ね、よく冗談で言われますけども、まあ、本当に人生の晩年です。で彼はここまで実はすごく祝福されていたんです。人財産築いてたんです、まあ、分かりやすく言えば今名士だったわけですね、地域でね。だから別に生まれ故郷地の世出なくても老後の生活は保障されていたわけです。経済的にも立場的にも、そしておそらく人間関係も悪くはなかったんでしょう。で、追い詰められて従った人たちもいっぱいいます、聖書の中には。それも神の愛ですけども、アブラムの場合はそうじゃない。別にこのままここに至って将来は保障されたわけですから、ね、あのニッチもサッチもいかなくなって従ったわけじゃないんですね。ここなんですよね。彼はこのままここにいても十分保障されたのに、神様がおっしゃるからその生まれ故郷地の世を出たんです。生まれ故郷が嫌だったわけでもない、地の世が嫌だったわけでもない、でもそこから神様がおっしゃるから出たんですね。でここなんですよね。でしかも保証は何もなかった、あったのは神の言葉だけで、もちろん神の言葉が最高の保証なんです。神の言葉に勝るのはないんです。確かに信仰に立てばね、信仰に立てばその通りなんです。でも人間的に言ったら神の言葉があるけれども何もないわけです、保証はね。わかりますね、そういうこと。だからこう信仰に立てばすごいけど、信仰に立ってなかったらこれはとんでもない無謀で冒険なわけですね。でも彼は神の言葉に立って生まれ故郷地の世に出たんですね。ただし出た時に私が示していきなさいということで示す地があったわけですね。だから彼はその示しに向かっていったのです。でこれで大事なことがあって、神様が示しを持ってたわけですね。だからその生まれ故郷が嫌だっていうわけではなくて、神が示す地に行けって言われたので出ていったんですね。でその示す地に行きました。で示される地っていうのはカナンの地って分かってたんですけど、例えば皆さんはロンドンって言われたらですね、ロンドンに行ったことのある人、あ、私と2人だけですかね。ロンドンって言ったらみんな今も知ってますよね、映像で見たりして。だから知ってるけど行ったことがないけど知らないでしょ。分かりますよってこと。知ってるけど知らないでしょ。もうちょっと別の地にしましょうか。ハイチって言ったら映像で知ってるけど知らないでしょ。フィジーって言ったらうちの娘ぐらいですよね、知ってるのはね。
知ってるけど知らないでしょ。カナンって言ったら分かるんだけど分からなかった、当時はまして。あるんですか。でもそのカナンが血と水の流れ地だって言われるので、その神のおっしゃる言葉を信じて彼らは出て行ったわけでありますね。で、神様の言葉で彼らは、アブラムはその生まれ故郷地の上出て、そこをその今の安定、今の安定とかもう将来計算できるけど、それを置いて神様の言葉に従ってかけてと言いましょうか、神の言葉に従って神の言葉にかけて人生をかけたわけですよね。当時は出ていったわけですね。その時に、このそうすれば祝福されて、まさにその通りの祝福を受けたわけですね。でこれが信仰の原点なんですね。で私たちも神様が語られる時に、その神の言葉に従っていいですか、 今いる自分の状況が、最悪でね、このまま行ってもダメだから神の言葉にかけるっていうのも神の憐れみの方法ですけども、このまま行ってもいいなと思ったとしても、神がおっしゃったらその言葉に従って、その言葉に従って出ていく、その時神の祝福を受けるということなんですね。私は少女がクリスチャンセンターに導かれたのはね、もう今から30ぐらい前ですけども、当時人生の選択があったんですね。すごいね、大学の卒業も控えてまして、で進学校に行く、もう進学校行こうと思ってたんですね。でどうするかってことでいくつか選択があったんで、一つは母教会ね、大阪の、もう今ちょっと変わりましたけど、当時自由名創始教会って言ったんですけども、リバイバル体験した教会ですね、明治の時にね。で大きな教会です、300人ぐらいの会堂を持ってました当時ね。でその母教会に戻って、そこで新学生として認めてもらって、そこから行こう。それは私やっぱり生まれ育った教会だったんで、すごく重荷があったんですね。あそこの街道もっぴんぱいにしたいなっていうかね。で、そこの長老と会って、で、うちの父親はそこの教会の責任長老だから、責任長老というのは、責任役員。責任役員っていうのは法律的な責任がある人で、5人いるんですけども、法人だからですね。宗教法人だからですね。ちゃんと法律的な責任を持ってた人だったんで、長い間ね。だから、そこに行けばいいなと思った。ただね、木原さんの息子になっちゃうなと思ったんですね。でどうしようかなと思ってこう、ね、ちょっと、ね、思いがあったんですね。でもそれが一つだったんです。でもう一つはですね、当時開拓教会を手伝いしてた、だそこの牧師さんがですね、木原君ね、ぜひホリネス系だったんで、ここからこの教会から進学生として送り出してあげるからってね、庭があるから庭に一軒家を建てると、ね、庭に一軒家を建ててあげるから、そしたら誰かね、若い、ね、進学校行った後になんか進学生を結婚したらそこに住めばいいと、そしてうちの進学生になってサポートするからって話があったんですね。それもあったんですね。で結構若い人たちが集まってた、開拓教会で行って、で結構集まってたんです ね。でそれで若い人集まってたの、私が行ってからそこで伝道したんですね、学生の時にね。それで集まってたんですね。でそれで3つ目が、後輩がね電話してきたんですね。木原さん徹夜祈祷会あるけど来ませんかって言うからね、なんで行くのかと思ったけど、秋元君は知ってるし行ってみようかって言った時に予言があったんですよね。でなんか予言があったからどうしようかと思ってパルコ氏に聞いたらね、もう木原君も自分の人生のことから自分で吟味してバイバイとか言われちゃったんですね。それがよかった。私はそういうのがいいんです。私は自分の人生にいちいち言われるとダメだタイプだから、一番いい対応だったと思います ね。自分で吟味して自分で決めてって言ってね、言われた。で祈ったんですね。で母教会に帰ったら家族がいるし、責任役員の息子だから保証されてるし、この開拓教会も良かったわけですね。やっぱそこまで約束してくれてね、実際開拓伝道してたからね、今一緒にね手伝って。で3つ目のこっちの教会は、来るなら来ていいよって感じでね、何の保証もないでもね、多摩川の岸辺を歩きながらね、玉川の土手道を歩きながらね、こうね行ったり来たりしながらね祈ってるとね、なんかねはっきりね、私の示しに行けっていう、こうそれはね星の十字架のことを思ったんですね。今みたいにメジャーじゃないんですよ、星の十字架は。全然メジャーじゃないんですよね。今はみんなメジャーだから行きますけどね、全然メジャーじゃない頃ですね。でそしたらですね、なんかすごい気が来た。でうちの奥さんにね、当時まだ結婚してませんけど友達だったんですけどね、電話したらね、言われましたよね、一言ね、木原君初めて御心を選んだわねそれは御心よってね
今までも自分でやりたい方でやっていいと思うことばっかりだけど、今回きっと今回もこれを祝うって言ってね、なんかえらい喜んでくれたのをよく覚えています。なんでか言ったらね、そんなに喜ぶのかと思いながら一方でね、この野郎と思ったんですね。でも言われたのよく覚えてますよね。それで、まあ、行くことにした。それで、まあ、開拓協会手伝いしてましたから、あのわざわざ秋元部長来てくれて、そこの牧師と話し合いをして、でもう秋からもうすぐ、私はもうすぐ4月から秋からね、もう秋からすぐね、後期から進学校入っていくことになった。そしたらその進学校の寮に入ろうと思ったら空きがなくて、その後期から入らなきゃって一つ期間言えない子になったんですね。うわ言えない子になったと思ったら、当時秋元牧師と岡丸牧師が2人で住んでたんですね。まだ独身だったからね。そして岡丸牧師がね入院したんですよ。ちょうど私がねこう引っ越す時に、秋元牧師はね、あ岡丸牧師いなくなったからおいでとか言ってですね、もうスパッと入ったんですよ。それで1ヶ月間秋元牧師のところに一緒に、秋元牧師が1回かな、私が2回かな、なんかどっちか逆かな、なんかでいたんですね。で争点は出ても出なくてもいいよって感じでね、まだ進学校になる前だから、まあ、時々行きましたけどね、冷凍庫の中にあるも勝手に食べていいからってね、冷凍庫の好きだからね。で食べ物も困らなくて、いっぱい持ってきてくれますからね、牧師の家だから、ね、食べ物も困らなくて、一月経ったら進学校の寮が空いたから入ったんですね。森田君と一緒だったんだけどね、一緒に入った。その時に私が戻ったら岡丸牧師はちょうど戻ってきたんです。見事なぐらいでしたね、ピタッと止まったんですよね。だからあのちゃんと住むところも与えられて、しかも秋元牧師のお家ですからね、あのなんていうか霊的にも実際的にもね、よかったですよね。守られましたよね、完璧にね。ね、それで食べるものもよかった、守られたし、ね、でそれでちょうどその後進学校入ったわけですね。でしかもそしたら篠路が行ったら結果的にはどうなったかというと、すぐに奉仕が始まって、であの大川継道牧師という方が面白いことを言われたそうですね。説教っていうのはたくさんやった方がいい、そうすることによって説教はよく成長していくって言われたそうですけど、私新学生の時篠路が来たから1週間に最低9回説教したんです。多い時14回やったんです。で私ははっきり決めてたんです、同じ説教はしないって。当時は、今は同じ説教しますよ、あの同じ流れを作らなきゃいけないからね。だから毎週9回から14回違う説教したんです。だからメッセージのね徹底的に訓練を受けたんですね。でね、本当に正直が来てよかったですよね。そうじゃなかった世界選挙なんて全く興味がなかったし、長崎に来てないですね。26世紀なんか知らないし、長崎には来てないし、どういう人生を送ってたんでしょうね。今頃牧師辞めてるかもしれないですね。なんか生きてるかどうかわからないですね。でね、本当に良かったなと心の底から思ってますよね。で、主が導いたところに行ったら祝福されるんですよね。で、何かというとそうなんです。で最近ね思ったのは、さっき言いましたその井上ちゃんですよね、うち の7番目の3女4女ね。でこれは2年前かな3年前かな、カンボジアに行って初めて。でその理由は当時不登校かなんかだったんです ね。西高に行って勉強は少ししたんですよ。勉強はダメで学校がなくなってて、勉強はすごくできたんですけど、一生懸命やりすぎて虚しくてたまらなくなって、喜びちゃんの誕生日は10月3日はお祝いするんだけど、宿題やるのにあんまり出れなくて、それでショックだったみたいで、それでそれ以来もう学校行かなくなっちゃったんですね。それでそれから問題になって、それでまあ転校することになったんですけども、まあ、その時に一回行ったん、えらくなんか気に入ってしまって、でその時に秋元牧師がここから説教したんですね。で今回カンボジア行ってなんか語られたかったね、特に何も語れなかった、一つだけ語られたって言うんですよね。秋元牧師がここから説教したら、ここだけ語られた、父の家を出て私の死の地に来なさいって言うんですね。本当かこいつか思いましたけどね。というのはこの子は長崎で大学に行くと思って、本人も別にそんなあちこち行きたいと思ってなかったし、まあ、私は別にどこでもよかったんですけど、妻はね長崎でその県立大学かあるいは国立大学に行ってもらえたら経済的にも楽だし、地元にいてくれたらいいなと思ってたんですね。でまあ長崎のお父さんは結構女の子は地元にいるように言うみたいですけど、全く私はないんですね。女の子も男の子も神が言われる場所どこにでも行けっていう、別に親元に来ては何にもないと思ってますから、
ね、全くないですね。でも、まあこの子は地元にいるかなと思ってた、小さい時からそんな感じだったから。そしたらですね、こういうことが示されたって言うんですよ。で、本当かなと思ったんだけど、祈ってみると、あ、確かにこの子を出した方がいいなと思ったんですね。で、まあ、大阪は東京と思ったんですけども、まあ、ミッション系の大学があって、で、行ったんで、東京に行って、まあ、オープンスクールが合わなかったんですね。だから、連絡をしたら、個人でもいいってことで、個人で行って、個人で見に行ったら、いきなりですね、その、向こうの人が来て、で、カザル大学の中からうちを見に来てくださってありがとうございます。すごい丁重で。で、最初に連れて行かれたのがチャペルなんですよ。で、私はね、こういうことをされるとダメなんですね。まず何よりもチャペル。もうはっきり言って、チャペル。ね。こういうところが好きなんです。ね、もうミッションスクールなのにミッションであることをまるでなんかはっきり打ち出さないような、もう学校ってのは大嫌い。何やってんだって言うんですよね。ね。でね、はっきりまず最初にチャペル。で、ここはもう教会があれですということでね、こういうことがそれで始まったの。それで学費は高いです、それは最先端医療をやってるからですって、で、少人数だから学費は高いんですって、高いですよってはっきり言う。でもその理由もちゃんと言ってくれて、で、全部見せてくれてよかったですよね。娘も気に入った。まあいろいろあったんですけど、最終的にはそこだと言って、で、なんかね、立派なこと言いましたよ、ね、大学一つでいいって受けるのはね、どうしてかって言ったらね、プロポーズをいくつもする必要はないとか言ってね、私はどうなるんだってね、私は山ほどプロポーズしたですね大学の時ね。でも言うことは立派ですけど、勉強全然しないのにね、通っちゃったんですね。で通ったはいいんだけど、秋以降大学には行けないはずだったんだけど、奨学金がまた通ったんですよね。これも見事でした。まあ話すと長くなるかしませんけど、ちょうど井上ちゃんの誕生日9月16日なんですけど、リバイバルナイトっていうのは東京であって、ちょうどその日が9月16日だったそうで、リバイバルナイトで証しをしたそうですね、誕生日ね。その時に奨学金の証しをして、なんか映像がありますから見てあげてください。泣いてますね。で、井上ちゃんは木原家ではね、泣かない祈らない祈りっていうので有名なんですね。その井上ちゃんがですね、泣いてましたね。で、賞金が与えられたんですよね。で、それは非常に大きな賞金だったけど、それが与えられた時に、今度は高校時代に断られた奨学金が向こうから申請してくださいってきたんです。給付奨学金ですよ、どっちも。その給付奨学金を2つ足したら、その高い学費をカバーしちゃうんです。もちろん重視研究しますよ、当たり前ですからね。すごいですよ、考えられない。あれ、ね、ちょっとね、びっくりしたんですね。で、本当に主のおっしゃったところに行くと祝福されるんだなってことを思います。で、それだけじゃなくて、今回行ったら、さっき言いましたね、9月に講演会に行ったんですね。15年間行ってる講演会ね、先月話しましたけど。で、行った時に去年2人来たんですね、東京安定協会からね。その子たち2人とも献身したんですけどね、1人はミッキー堺ですけどね、2人とも献身したんですけど、今年もまたね、3人来たのかな。一人はもうすでに献身してるんですけど、だから祈りちゃんが来てですね、祈りちゃんは大学生だから献身はしないんですけど、言うんですよね、うちの大学でもこれ来て話してほしいって言ってね、喜んで行くよって言うからね、サークルを作ろうとか言い出してね、サークル入ってなかったんですね。アルバイトと教会とあるからとてもできないって言ってね、サークルを作りたいとか言うからね、あ、作ればいいじゃんって言ったんですね。私、自分の大学はもう好き放題の大学だったからでもね、ちゃんと申請して作るとか言うからね、あ、そうとか言って、申請したらちゃんと学校の教室も借りれるしね、まあ、どうせならきちんと申請とか言ってね、学校の校則とか見て一生懸命ね、自分で全部申請してですね、で、10月に申請やってて、この前ね、許可がおりましたってね、こうメールで送ってきましたね、許可書。どうじゃったん。だから、それは個人支援とかですね、で、質の C 個人を支援するっていうサークルなんですよね。で、月1回行ったら私がお茶を飲みながらお話をする。で、私がなかったらマジ言語大学行ってもらったらいいですよね。それで学園祭の時には講演会をする。1年に1回か2回は、カンボジアとかザンビアにこのサークルを中心にして行くっていう。どうせなら大学からね、援助金もらうといいですよね。かつて志望大学の学生みんな援助金もらっていきましたからね。で、何かっていうと、と思いますよね。
ってますよね。でも私も大学でサークル作ったんです、聖書研究会で。うちの奥さんは信徒の大学で聖書研究会作ったんです。ね、で今度はうち娘は個人のサークルを作個人のサークルを作ったんですけど、ミッションスクールだから、高校で講演会するときみたいに非常に考えながら慎重に話してるんですけども、今度はミッションスクールだからバンバン聖書の話しようと思ってるんです。バンバン聖書の話を、面白いですよね。なんで神様はこんな仕草があったら、簡単ですよね。生まれ故郷地の上で生きなさいって言葉に従ったからです。で、間違いないですね。生まれ故郷地の上で出ればいいってことを言いたいんじゃないです。示す地に行きなさいっていう言葉があるでしょ。出ればいいってことじゃない。示す地が行きなさい。で、生まれ故郷地の家っていうのは必ずしも実際に生まれ故郷地の上の場合もあるし、あるいはあなたが今置かれてる、なんかすごく安定した生活であるかもしれないし、あるいは何か自分の好きな場所かもしれないし、それは違う立場かもしれないし、ね。ちょっと違うんですよ、一人一人と、ね、でも神がおっしゃったらいいですか。神がおっしゃらないようにしてこう捨てる人は何にもありませんからね。そこにいればいい。でも主がおっしゃったら、そのところを出て示す場所に行きなさいってことなんですよ、ね、その時に神様が祝福される。だから信仰の原則なんです。神様から言葉が来たら、語られたら、その言葉に従っていいですか。人間的な計算でいくと人間的計算でいくと、アブラムの場合はその場所にいても十分祝福されたんです。老後の保証はあったんです。私はこのまま行かなかったとしても、アブラムは呪われたとは思いません。老後祝福されて、ね、親族に見とられて亡くなったでしょう。パレスチナの一地域の人として。それだけのことです。でも彼がその生まれ故郷を出て、父の家を出たので、この後波乱万丈の人生が始まりましたけど、しかし、本当に今は、全世界のために慕われる人になったんですね。さっき言ったアブラム・リンカーンもアブラムでしょ、ね、ドライ運転、ね、いろんなところにアブラムって名前があります。アラブ人もユダヤ人もそれからクリスチャンも世界中でアブラムって名前がある。それはそこに従ったからでありますよね。で、私たちがその神の言葉に従って踏み出すときに、だから神の言葉が与えられたその言葉に対して踏み出していくときに神様の技が起こるってことを、ね、知っててほしいですね。まあ、もうちょっと時間があるからね、本人がいるから話しにくいんですけどね、三女もそうですよね。アメリカに行くっていうね、ビジョンがあって心が折れそうになったんですけども、土壇場で神様を導いてくださって、ね、父の家を出て行ったらえらい祝福されて帰ってきましたよね。アメリカ行ってなかったらね、今どんな人生を送ってたんだろうと思うと、ちょっと怖い気もしますよね。いや、生きてたと思いますよ、それなりにあって。でもなんか、やっぱり全然違った、心の状態が全然違ったんじゃないかと思うんですよね。で、本当に神様がおっしゃったときに、その神の言葉に従って出ていくとき。いいですか？出ればいいってことじゃないんですよ。神の言葉があるとき、だから、生まれ、示す地に行きなさいっていうセットなんです。示す地に行けっていう言葉があるときに出ていくんですね。その時に祝福するのは神様の役割なんです。そうすれば祝福するというのは神の役割なんです。我々頑張って祝福されようとしなくていいんです。父の世を出ていけば神の祝福はやってくるんです。これはね、どうぞ覚えてほしいですね。でも出ていくのは私たちなんです。それを選ぶかどうかは私たちの選択なんです ね。だから神のおっしゃる言葉に従っていく時、祝福されたことね、覚えてください。いつも午後の礼拝ではですね、午後の礼拝のスターってのがいるんですね。それ何かというとですね、JOY っていう人なんですね。で、この人はですね、なんていうかね、教会が大好きなんですね。で、家があんまり好きじゃないみたいな、昔はね。今は違いますよ。昔はなんか家には偶像もあるし、なんかね、なかなか信じてくれない親もいるし、なんか家があんまり好きじゃなかった。で、教会が好きだったんですね。でもお父さんお母さんはちょっと介護が必要になってきたから、介護に帰った方がいいんじゃないのかなって思って、ちょっと言ったの、ちょっと。そしたら怒られました。そんなにキャラ牧師は私を教会から追い出したいんですか、そんなに私でもらいたくないんですか、そんなに私は嫌いなんですかって、もうすごい怖い、血相を変えて怒られましてですね、もう一言も私は言えなくなってしまう。それぐらい怖かったんですね。
ところがですね、神様が語られたんですね。家に帰って休みなさい、ね、休ませてもらいなさい、ね、家に帰って世話をしなさいってことですね。またですね、主らしく来られましたよね。神様に語られたんですけどってね。そこでね、そうでしょうなんて言ったら偉いことになる。あ、そうですか。私もだいぶ賢くなってきましたけど、あ、そうですか。そうかね。やっぱ神が働いたならね、行ってほしいけどね、教会にいてくれたら助かるけど、行った方がいいかなってね、私もだいぶ違ってきましたから、ね、でこうね、言ったらね、彼女が帰った半年とつもりで帰ったら、3年半だっけ、4年半だっけ、4年間ですね。あ、今もなおだけど、まあ一応、お母さんが召されるまでは3年半だよね。ね、3年半いることになったんですね。でも、その3年半の中でお母さんは明確に救いが確かになって、洗礼も受け、そして、あの葬儀は本当に良かった。特別な臨在があった。全然関係ない美容師の美容院の人がわざわざ電屋敷に来て、次の日自分の従業員たちを関係ないのに見て右に来なさいと言って、わざわざタクシーかなんかで来させたぐらいだから本当に良かった。だからお父さん救われちゃった。まあ、頑固で堅くなのお父さんが電屋敷で救われちゃった。大きい声上げて、で本物かなと思ったら次の日もはっきり決心して救われちゃった。どうしてかかりますか。大好きだった、ね、まあ、父の家、まあ、神、父なる神の家である教会を出て、親は好きなんですよ。親は好きだけど、やっぱり偶像もあるし、いろんなことがあって嫌だった。そこに示しに行ったわけですよね。で示しに行って、しかもね、ちょっとじゃなくて半年のつもりが3年間そこでやったわけですよね。そしたらですね、すごいだった。それだけで終わらない。その後ちゃんとね、癌が来たわけですね。ガーンとね。で60過ぎてからね、1年に5回手術を受けたわけですね。で60過ぎて手術を受けると普通悲惨になるんです。ところがね、ジョイ牧師は若返った。これお世辞で言ってません。私ははっきり言ってですね、60前から60っぽかったですよね。もう今だから言えるけど ね、60前から60っぽかった。ところがもう今60過ぎてるけど若返った。髪の毛ちゃんと黒く染めたらもっといいと思う。本当は若返ったですよね。心が若返った。全然否定的じゃなくなった。安心して私は説教に使うようになった。昔は下手なこと言って偉いことだった。もうそれから1ヶ月間どうなるかって恐れがあったけど、今では安心がある。何を言いたいかというと、生まれ故郷地の家出てっていうのはね、必ずしもね、その生まれ故郷地って限らない。つまり自分が安心している場所、あるいは好きな場所、いたい場所ってあるんだけど、場所じゃなくてもいい、ポジションでもいい、何かそういうね。でも神がおっしゃったらそこから出て示すところに行く。だから示す場所がないのにやる必要ないんですよ。間違いなくない。これセットです。主がおっしゃる示し場所に行くのです。逆の人もいるんですね。そこに留まってるって場合はね、その間は留まらなきゃいけない。でも言われたら出て示しに行くんですよ。でその示しに行ったら祝福されるのは神の責任なのです。頑張って祝福される必要がないんです。祝福されるに決まってるんです。約束だから必ず祝福されるんです。不信仰にならないでね、ちょっと忍耐がある時があるから、必ず祝福される。そして神様の、ね、栄光が現れてくる。でなんで、それを知っててほしい。でこれは信仰の原点なんです。でもここ何回も説教したんだけど、なんか昨日ね、違うこと説教してたの、準備したずっと。あるところまで行ったらね、ここを語れてきたんです。ひえーと思ったけどね。でもなんかね、ちょっと、おそらくね、100倍の祝福って言われたでしょ。年度末でしょ。神様100倍祝福したいんですよ。で、神の方は本気なんだけど、こっちがどうもそれ受けてないと思うんですね。なぜか。簡単ですよ。神様与えたくて仕方ないんだけど、あなたは、生まれ故郷地の家出て示しに行ってますかね。そこでしっかりそのカナンの地でしっかり腰を据えて、カナンの地で心を定めてますかね。カナンの地にいながら生まれ故郷を懐かしんで、生まれ故郷のことばっかり考えてませんかね。ああ生まれ故郷分かったな、ああ生まれ故郷分かったな、生まれ故郷分かったなって忘れてください。いのりちゃんは長崎のことを忘れたかもしれない。セントルイスの時、うちの B ちゃんは忘れてはいないと思うんですけど、なんていうか本当に楽しかったからよかったと思う。忘れるほどにその神がおっしゃった地を愛して、そこに心を定めてもらいたい。その時に
神は祝福されるんです。ところが神が祝福したいけど、あなたはそのせっかく与えられたカナンの地じゃなくて、ああ生まれ故郷が良かったな、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 生まれ故郷が良かったなって言って、いつまでも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 神が出ろって言った場所を恋したってたら、そのカナンの地にせっかくいても神のものは受け取れない。あ、今日はこれがメッセージだってはっきりわかる。100倍祝福したいと神は思ってるのに受けてない人が何人もいる。どうしてか、心が定まってないからのうちに。神がおっしゃった場所に心を定めて、生まれ故郷地の世を忘れてください。嫁に来てね、生まれ故郷の実家のことばっかり言われたらね、夫は面白くないはずです。うちの家こうだった、うちの家こうだった、うちの家こうだった、うちの家こうだったと言われたら、何言ってんだ、ここに嫁いできたんだろうって言いたくなるでしょ。神がおっしゃった場所に行って、いつまでも神が出ろと言った場所のことを考えてたら、神が用意している祝福はそこで見れない。見てない人が何人もいる。神が置かれた場所で神が用意している100倍の祝福をしっかりお互い見ましょう。その証をこの年度末、神様の前に返してほしい。神様は約束をたがえません。神の方はあなたに与えたい。私の心が定まれば溢れるほどに来るでしょう。それをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。はい、お祈りしたいと思います。天の様、御言葉をありがとうございます。75歳になってからアブラハムは十分将来の保証はあったんですけども、神様がおっしゃるので生まれ故郷地の世を出て、あなたが示すカナンの地に行きました。確かに彼はそこで祝福され、子供も100歳で与えられ、また実際本当に今に至るまでアブラハムの子孫ということで、祝福はアブラハムだけじゃなくてその子孫にまで霊的にも実際的にも及んでいます。主様、あなたの言葉の真実を感謝します。私たちもどこかで、人生のどこかで生まれ故郷地の世を出てカナンの地に来たことがあります。またこれからもあるでしょう。どうぞあなたが用意されているこの年、約束した100倍の祝福をカナンの地でしっかり受け取れるように、心を定めて神の祝福を受け取らせてください。お祈りしたいと思います。罪があるとき祈りかれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。具体的に大胆にあなたの願いと求めるしおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天皇様、キリストへその名によって血の神に祈ります。一人の心からの願いと求めに答えて、癒しをごない、奇跡をごない、栄光を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。恐れをその人の力出ていける。なんか霊的な圧迫で恐れています。これ霊の戦いをなしなさい。イエス・キリストによってこの恐れをその人の重いところの力出ていける。その場所にある汚れた霊の力を完全に断ち切る。私の言葉に力があります。私の言葉を告白しなさいと言われます。天皇様、ありがとうございます。あなたは力ぞみと思って導いてくださることを感謝いたします。一人一人に触れてください、働いてください。何か主の用意されている祝福はあなたの思いをはるかに超えて高く広いです。もっと大きな祝福を神は用意されていますが、なんかちょっと目の前のことにとらわれすぎています。徹底して感謝しなさい。その時なんかあなたの考えもしなかったこの逆転というか神の働きを見て、あなたは神の大きさに驚くでしょう。身近な人が救われようとしています。あなたはなんかその神様の促しがあるその人に対して心を定めてケアとフォローしなさい。なんか心が分かれていたり心が定まっていません。
でも神のお願いがあるその人に心を定めなさい。その時その人に命が与えられます。その人の人生に神の栄光が現れます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。私がさえハレルヤを賛美します。ハレルヤ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 。仰ぎ子犬が悪ば主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。